ルラ脱毛カウンセリング番組 MC の家田紗友子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ笠松さんとお話ししていきます。笠松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回笠松さんとお話しするテーマは、はい、光脱毛前のシェービングのやり方ということなんですが、こちら光脱毛を予約するとシェービングしてきてくださいねというふうに言われる方が多いと思いますけれども、笠松さん、はい、このシェービングのやり方、注意するポイントやコツなどを教えていただきたいと思います。はい、わかりました。まず光脱毛なんですけれども、性質的に黒いものに反応するっていう性質を持っているので、長い毛が生えたままですと照射した時にこう光が分散されてしまって、毛根にうまくダメージが伝わらなくなってしまうことが多いんですね。なので、はい、シェービングをせずにそのまま照射すると脱毛効果が弱まってしまうことが多いので、事前に、はい、シェービングをお願いしております。なるほど。お家でシェービングするとき、皆さんそれぞれいつものようにされていると思いますけれども、はい、ここでプロの笠松さんから何かシェービングの注意するポイント、それからコツありますか？そうですね、まずシェービングなんですけども、いろんなものがあると思うんですね。 T 字のカミソリですとか、はい、ヒゲ剃り用のものだとかたくさんあると思うんですけど、はい、おすすめしているのは顔剃り用のナイーブな感じでできている電気シェーバーをおすすめしております。あ、なるほど。今お教えいただいているのはデリケートゾーンに限ってのことですか？一応お体全部、はい、はい、そうですね、はい、じゃあデリケートゾーンでも、はい、手でも足でも、はい、そのお顔用のものがおすすめ、はい、そうですね、はい、やっぱりお肌にダメージを、なるべく与えてほしくないので、そちらを使っていただきたいんですけども、あとは特に VIO と呼ばれるアンダーヘアのところですね、そこに関しては毛の長さとかもとても長くなってますので、シェービングする前にまずハサミで短めにカットしてからシェービングするようにしていただくと剃りやすいかと思いますね。確かに今まであまりそのヘアをケアしていなかった方は、はい、これ長いまんま剃っていいのかなって迷われる方きっと多いですよね。はい、特にやっぱ男性の方とか毛量が多いので、そのままシェービングしてもすぐ歯に絡まってしまって全然剃れないと思うんですね。で、無理やり剃ろうとしてもお肌を傷つけてしまうことになるので、なるべく剃りやすい長さにカットしてからシェービングしてあげるようにしてあげてください。なるほど。だいたいどのぐらいまで短くすれば剃りやすいかなっていう目安ありますか？そうですね、あんまりギリギリまでカットしてしまうと危ないので、まあ、1センチとか2センチぐらいあればいいかなと思います。はい、まずカットしてからシェービング、これは一つポイントですね。はいはい、あとは気をつけた方がいいことなどありますか？あとはですね、剃るタイミングなんですけども、直前とかになってしまうとやっぱりお肌が荒れてしまったりとかデリケートになってしまうので、その後すぐに光を照射ってなるとお肌トラブルのリスクも上がってしまいますので、なるべくですと、はい、施術に来る1日から3日前ぐらいまでに自己処理を済ませていただけたらと思います。これはちょっと盲点かもしれないですね。前日でいいかなって思ってしまいますもんね。はい、そうですね、まあ、前日だったら大丈夫なんですけども、もう忘れてたって言って来る1時間前2時間前とか当日っていうとちょっとお肌が荒れた状態になってしまうので、なるべくだったら前日までに済ませていただきたいです。はい、なるほど。シェービングした後にちょっと肌が落ち着いた状態で施術を受けに来られると、はい、トラブルが少ないんじゃないかっていう感じですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。あとはシェービング、こうお風呂でやった方がいいとか、部屋で何かシェービング剤を使ってやった方がいいとか、はい、そういった注意点などありますか？その電気シェーバーを使うとですね、そういったクリームとかクリームなんか塗るものとかも必要ないので、そのままお部屋でしていただけるかなと思いますね。なるほど。どうしてもお風呂でやらなければならないっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、
ここは気をつけてほしいなっていうポイントとかありますか？そうですね、やっぱお風呂場が暗いので気をつけていただきたいのと、あと電気シェーバーじゃなくても T 字のカミソリしかないよっていう方なんですけども、なるべくお肌に力を入れすぎないようにしていただいて、優しく剃っていただくことを心がけてください。とにかく肌への刺激が少ない状態をキープしながらシェービングするということですね。そうですね、なるべくだったらこう毛の流れに沿って優しく撫でる感じで剃っていただくのが一番いいかなと思います。はい、これはやっぱり毛の流れに逆らってシェービングしている方、はい、本当に多いですよね。そうですね、一番綺麗には剃れやすいんですけども、お肌のことを考えると優しく優しく剃ってあげる方がいいかなと思います。なるほど、ちょっとだけ残ってても大丈夫なんですか？はい、その毛の流れに沿って剃ると、ね、少し残ってしまうような感覚あると思うんですけれども、はい、ちょっと本当に 1,2 ミリ出てる分には問題なく照射できますので、そのままで大丈夫です。肌へのトラブル、刺激を抑えるということがやっぱり一番大事になるわけですね。はい、はい、ありがとうございます。他に何かコツですとかポイントとかありますか？あとはですね、シェービングした後なんですけども、やっぱりお肌がダメージ受けてますので、前日とか2日前にした時に剃った後に保湿をしっかりとしてあげて、お肌の保護をしてあげるといいかなと思います。はい、わかりました。今回は笠松さんに光脱毛前のシェービングのやり方についてお聞きしました。ルラではダブル脱毛というブラジリアンワックスと合わせた施術コースもありますのでね、そういったものもおすすめです。笠松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問や毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。